はいどうも皆さんこんにちは、ピヨツキチャンネル、プネシのピヨタです。さあ今回も東方位相6やっていきたいと思います。今回やっていくのは、エリア2のところをねどんどん進めていきたいなという感じなんですけれども、特にキャラクターのレベル等は変わってないですね。ちょっと装備を何名かだけ更新しましたが、特に大きく変わった点はございません。そしてなんですけれども、オートプレイというものの存在にやっと気づきました。実況としてね、オートプレイを見ておくっていうのは何なんですけれども、こんな感じでね放置してるだけでどんどん敵をね倒してくれるというオートプレイがあって、非常に便利だなというそんな感想です。すごい早い。これあるとねステージの進み方が本当にね早いですね。レベルが高いところは自分の手でやるとして、こうやってステージを進めていくだけならば、雑談しながらわーすごいみたいな感じでね見ていくのもいいんじゃないかなって思います。最初の方だけだと思いますしね、だいたいレベル15とかそこらぐらいまではオートプレイで見ていてても大丈夫ではないかなという、そういう感じがしますね。20とかだとどうなんですかね。それぐらいまで行くとちょっと怪しい気はしますが、ここぐらいであればね、むしろどんどん先を進んでいい装備とかをもらうというところだけに観点を置くのならば、別に敵のね実況等もあまりないのでね、強いて言えばこの猫ちゃんがどういう感じかっていう、そういうぐらいですよね。いやーすごいいいですね。便利、すごいですよね。僕も裏側の方でずっとこの存在気づかず、ずーっと手動でね経験値集めてカンストまで行ったんですけど、ですがねこれすごい便利。いやーまさかですよ。なんだろうこのボタンって思って裏で触ってみたら、オートって書いてあるじゃんと思って、ずっとこれオートじゃなくて A じゃなくて R だと思ってたんですよ僕。なのでオートじゃなくてルートだと思ってて、でね敵の動きとかこっちの動ける範囲とかそういうのを見るためのものだと思ってたんですよね。ただただもしかしたら最初に説明があったのを僕が見逃しているだけの可能性もね十分ありますが、それでもオートプレイということがね分かったので、どんどん進めていきましょう。今回どこまでステージがあるかも分からないですが、いつもの通りにね攻略情報を縛ってるこういう状態なので、もうどういう状態なんだろうな今みたいな感じの進行度がねいつ終わるか分からないという感じで今やってるので、ニューユニットすごい増えましたね。チェーンちゃんがいる。こっちに関してはコウマカン組がまた新しく増えてますね。なるほど。でもステージ自体は続けてやっていきましょう。最後の方にとりあえずチェンちゃんだけでも当てていきましょう。ずーっと変わらぬこの YouTube のアイコンですよ。そろそろ変えたいとは思ってるんですけれどもね、オリジナルキャラクターとかを使って変えたいなとは思うんですけれども、そのオリキャラを作るようなアイディアがねないですよね。なかなかこうしたいっていうところを依頼するかしないかっていうのもありますし、はい、いつになるかわからないという感じですね。変えたいって言っておきながら、今現在6年半同じアイコン使い続けてるのでね、なのでそう考えるとすごいですよね。いい加減このアイコンだと生声の実況者っていう印象からね外れてしまうので、そこだけはちょっとややこしくなってしまいがちなのでね、気をつけていかないといけないですね。ていうか今普通にレベル20のステージだったよね。いけちゃったね。いけちゃいますね。じゃあレベル25、負けても特にデメリットがないならもう
このままオートでやり続けても大丈夫なのでは？なのではなのでは？さあ、お、勝った。3体しかいないから硬いですね。これはちょっとオート切りましょう。しずはさんで防御減少攻撃を最初に入れておいて、OK。で、はたてちゃんで、防御減少攻撃を入れておいて、その他防御減少攻撃、あーやばい、間違えて打っちゃった。これ一応なんか行動した後とかにリトライじゃない、バックとかを使うとそういうのができるっていう話はね、ちゃんと、聞きましたので、とりあえず防御減少を入れられるだけ入れておきましょう。おお、倒しましたね。攻撃減少攻撃、攻撃減少攻撃まあ攻撃下げておきましょう。あとはオートプレイでザザザッとやっておきましょう。おお、いいですね。これやることだけやって、オートプレイで必要な部分だけ、まあオートプレイ以外の部分は手動でやって、オートプレイであとはまあ自由に動いてくれみたいな感じで、あと任せられるっていう、今のような減少攻撃だけを先に打つっていうのは、まあ行動として先にねやっておくのはいいんじゃないでしょうか。レベル30ステージ、ちょっと警戒度を上げておきましょう。最初の方でオートプレイを消すように。 OK。 さあここで防御減少攻撃を、範囲4なのでここかな。 OK。 全員届くのはありがたいですね。で、防御減少攻撃、この場合はどうしましょうかね。とりあえず下の方で、他の防御減少攻撃持ちはまあギリギリ当たりますか。 OK。 今下やればなんとかなったのでは。範囲が3ならここ当たる。 OK。 で、全味方運営もそうですけど、あと防御減少攻撃持ちはいますかね。あー、あやさんがいけますね。さあ、じゃあとりあえず攻撃にはちょっとほど遠いか。これでやられるとちょっと厳しいっていうか、まあ嫌な感じはしますが、ここでオート解禁。数を1人でも減らしてくれると助かるんですけれどもね。さあどうだ。成田ちゃんそこまで行く必要ないんだよな。射程が1っていう認識だから多分そこまで行くんでしょうね。 OK。 まあいい感じでしょう。さあダメージはそんなにないよ。扱い的にはホワイトストーム、デバッファーとかそういうサポート的なキャラクターですかね。 OK。 余裕の勝利です。お、エリア2各地のチャレンジクエストが解放されました。チャレンジクエスト、何ですかね、チャレンジクエスト。チャレンジクエスト、おーっと、なんかまたレール45。うわー、なんかかなり厳しそうですね。これはちょっと今では頑張れば勝てるとは思いますよ、レベル的な問題ではですけれども。うわー、クリスタライズシルバー、ちゃんとエクストラとかじゃなくて名前がついてますね。やばそう。さあじゃあとりあえず進められるだけ進めて、そのチャレンジクエストに関しては次回に回していきますか。それとももう一ステージだけ挑んでおくっていうのもありかもしれない。いやー楽しいな。これなんか自動的に敵が倒されていく姿を見るっていうのは見ていて楽しいですね。これ作業ゲーのなんか放置プレイを見てる感じなので、これで自動でね回ってくれると、ステージを回ってくれる機能まであるとかなり楽なんですけどね。まあそこまで求めたら逆にみんな飽きてしまうかもしれない。バランスがね難しいですよね、そこら辺は。最近のゲームはねオートプレイが実装されているのが結構デフォルトっていう感じがしますからね。さあこれどうする。敵、うーわ、グレイシアやっ
ば、自軍ターン終了時攻撃増加 50%、 コチールドやばそうですね。うわ、スノークイーンが一番やばい。射程7の範囲5って、まあね、一応いいところは射程と範囲はあるけれども攻撃力はそこまで高くないってことか。挑んでみますか。ちょっとっていうか、まあ普通に負けそうな気はしますが、レベル自体は高い、レベル自体は大丈夫。そういうところしか自信を持てる要素がないので、あっと、しまった、動かしてしまった。とりあえず巻き込むにはどの範囲がいい。範囲が4なのでここかな。 OK、 いい感じに入りましたね。さあここからどうするか。とりあえずこのグレイシャーっていうキャラクター2人を絶対に落としておかなきゃいけない。このキャラクターに関しては火力がやばいっていうことだけはね分かりきってますので、防御減少攻撃 100% をぶつけておきましょう。 OK で、旗手ちゃんもここでぶつけておきましょう。ジャーナリスト2人がなんか防御減少攻撃 100% 持ってるのなんかいいですね。で、あとはそうですね、防御減少攻撃、防御ってどこまで下がるんですかねこれ。よいしょ。さあここで当てていって、やばいねここ、5254、本当に減ってない。マリサちゃんを攻撃に回す。 OK、 いい感じですね。であと2回の攻撃を回す。 OK、いいですね。で、はたちゃんね、あやちゃん、こっちもう一回行ってもらいましょう。 OK ですね。さあ残りのここら辺のコチルドがまずい気もしますが、あやちゃん一回ここの方倒せますか。HP 的にはいけますね。じゃああとはオートで頑張ってもらいましょう。さあいい感じにやってくれよ。落とせないか、落とせるか。ナイス、いいですね。さあ属性的な相性は一切考えていないので、ここからどう動くようになるかが、いやーバイ。さあ射程減少って書いてあった今。移動減少か地味に痛いですけれども、まあ移動自体はこれは重ね掛けができるんですかね。フラッター相手をこのなんか5-4-3-2-1みたいな感じで、おいおいおいマリサちゃん、それはちょっとダメよ。でもまあ囲んで殴れば倒せそうですね。いけそう。防御もだんだん下がって、すごいな1列になってるよ。あーダメージ的には大丈夫そうですね。 OK です。まあ厳しいものではありましたが、そんなに言うほど苦戦しなかったかな。まあでもチャレンジクエストっていう新たなクエストがね解放されたっていうのは懸念材料であり楽しみでもありますね。さあ最後にこちらの方引いていきましょう。目標はチェンちゃんを2人ゲット。ああおー初手でゲットした。さすが物欲センサーをぶち抜いてきましたね。強いっていうか、まあ運が強いですね。じゃああと2回くらいやってどれぐらい獲得できる。すごいなあれもう残り1体じゃない。じゃあ回収までいけるかな。さすがにそんなにうまい話はなさそうですか。あと1体、ここで無理そうですね。まあ全部使うような勢いで使ってしまいましょう。どうせ他使える場所はほとんどないんでね、ログインで貯めていくのでどんどん使って、ついでにねこの霊種も霊種
この玉の方もね、どんどん貯めておきましょうか。 OK です。あ、もう一箇所そういえば弾ける場所あったんだった忘れてた。まあしょうがない。ということで今回ここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。エリア1はクリア。あ、残ってた。まあはい、次回ちょっとここをやりつつ、エリア2もね、まあこんな感じでチャレンジクエスト出てきてますが、クリアできないわけではないっていうことがね分かりましたので、ちょっと安心しました。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。